またお隣に行って少し流すっていう形を取ってください。ガツボ1分マッサージではやっていきたいと思いますけども、次はですね、目の下のクマですね。目の下のクマが気になる方はこの下のですね、目頭、目の、黒目の下、目尻という形ですね。で、人差し指で、押さえていくんです。左手の人差し指でこちらを押さえて、でここをですね、スーッと、これをここが人間の体の中で一番皮膚が薄いので、もう軽く触れるぐらいで少し引っ張流して、でそしてまたお隣に行って少し流すっていう形を取ってください。でこれプラスですね、足のツボを使うといいので、足のツボも、紹介していきたいと思います。本日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。